ビーズ作品リストマイロンリータウン。マイロンリータウンは日本の音楽ユニット、ビーズの楽曲。2009年10月14日にバーミリオンレコーズより47作目のシングルとして発売された。セブンティーンスアルバムマジックの先行シングル。初回限定版と通常版の2種リリースで、初回限定版は4フォースシングル、スーパーラブソング以来となる。 DVD 付属であり、表題曲がノンタイアップである。DVD には PV が収録されており、ビーズの PV が公式作品として発売されるのは、1990年発売の VHS 作品、フィルムリスキー以来19年ぶりで、シングル作品での PV 発売は初めてとなる。ジャケットには、PV の撮影舞台にもなった長崎県担当の、 風景写真を使用している。発売日前後のメンバーの TV 出演による、プロモーション活動は行われておらず、テレビでの披露も今のところされていない。p v およびジャケット撮影のロケ地となった、担当の風景マイロンリータウン綺麗な涙。一部と全部、バラードバージョンマイロンリータウンマイロンリータウン。一部と全部、バラードバージョン。ありがとうございます。